出た。肋骨は何本ですか？12本。うん。分かった。ここはどこですか？四日市。市立。博物館。あけぼの像か。ステコドン。あけぼの像。あけぼの像。ステコドン。さあ、何しに来ましたか？おー。プラネタリウムのチケット。あ、ここ書いてある。あ、すごい。もう売れてるよ。みんな買ってる。出た。私たちのアイドルだ。ねやだん。チャイム鳴ったから早く座って。何これ？キンコンカン。お、すごい、日本の学校を体験できるよ。こんな感じなの？いや、ちょっと違うけど、机が、机とちょっと違うけど、でも本当こんな感じだよ。じゃあ早く、これマジでそうだよ。え、教室の中にこれが？教室の中にはない、廊下にある。廊下にあるの？うん。なんで？は？何を？手洗いだよ。廊下で？廊下で。トイレで手洗いしないの？だってご飯食べるときわざわざさ、だからトイレ混んじゃうじゃん。ご飯食べるとき手洗うの？手洗うよ。そう。やば、こいつ来たね。いや、手洗いないよ。あ、先生来た、座らなきゃ。今日は熱血のタンクトップの何の先生だろう。そうだね。いや、もうちょっとでかかったけどね。うん、そう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 。本当だ。何それって。ノートだって。うん、まあ連絡帳みたいなやつじゃないの。ねえ、イエーイ、引っかかった。でもいいけど、見なさい。宇宙食の話だ。なんだ。え、意外にすごいんじゃない。舐めてた。違う。
こっからじゃない。青い線の上でグループごとにお待ちくださいと。これじゃない。だからこういう風に並ぶんじゃない。あ、そう、うん、誰もいないと思ったらめちゃいるわ。めちゃいるぐらい。それは知らなかった。それ知らなかったんだ。撮影は禁止です。じゃあ今のうちに撮っときましょう。何？プラネッターレ。星になりきるやつ。宇宙人。君の宇宙人のイメージは。なんで？じゃあ喋ってみて。あ、宇宙人だ。ね。普通に。エイリアンじゃないよ。何？宇宙の。星屑？あの人。ああ、あのさっきの宇宙飛行士。なんだよ、うん、宇宙人じゃなくて宇宙飛行士かよ。もっと飛ぶんじゃない、宇宙飛行士って。ジャンプしてもっとゆっくり。そう。見ました。はい、じゃあ感想を言いましょう。まずは拍手。めっちゃ楽しかった。すごい良かったよ。すごい良かった。絶対に見た方がいい。あ、何を？ん？プラネテス、プラナ、プラ、プラネタリウム、プラネタスの銀河鉄道の夜。うん、あの 3D がね、思ったよりすごかったよ。すごい。あの星空を見る、夜空を見れる、うん、本当にそれがすごい。説明してくれるし。ユキは乗ったことないけど、うんうん、あのディズニーシーのソアリンみたいじゃないの。そうだね。そうだね。安いよ、500円ぐらいだよ。だってしかもイオンカードとなんか JAF のカードがあると 20% オフ。なんかワンはダメだよ。すごい。ワンを見せたんだ。そしたら、ああ、そちらはちょっとなりません、定価ですとか言って。そう。そんなことどうでもいいんだよ。違う、ユキ最初白鳥が出てきた時にさ、うん、うわ、なんかマジの CG じゃん、ダメだわとか思ったら、うん、すごいよね、うんうんうん、もうシーンがこういう風になったりね。もうね、なんかあの動いてるように本当見えるからね。そう、酔うよ本当。君すごい、もうずっと酔ってた。うわ、本当に動いてるように見える。そんですごいよ、酔いすぎちゃって最後終わって帰り階段でこけてんの。こけそうになった。やばいよ。いや、本当すごかった。すごかったね。本当その最初のね、説明してくれながら、こういう星があって、うん、南にいたらとか、そういう風に説明してくれるのも本当良かった。で、君は意外に星が詳しいんじゃないの？あ、そう。だって君はなんか塵の箱ですって言ったら、ああ、それがみたいなこと言った。あれは有名だと思う。じゃないか。ちょっと分かんない。聞いたことある。マウンティー取られた。いや、そんなことないよ。じゃあ、CG のようにおもろいよ。ここはさよならをしましょう。四日市市役所で見れます。
際の姿。マウンティはさよならをした。